二度目です。こんばんは。今回はですね、大ヒットのかき氷を描かなきゃいけないんですけど、そう、映画本当に破壊、なんですか、壊滅的なので、そう、ちょっとね、どうしましょうって感じなんですけど。まずかき氷かい、まず普通のかき氷も描いたことないし、かき氷なんてどうやって描くんってところからなんですけど、なんとなくは考えてきましたよ。そう、ケイトが一つ考えたのはかき氷です。かき氷、そう、ちゃんとあれ、ノートも持ってきたんです。こんなにいっぱい書けるんでね。これはあんまり真っ白な紙、こんだけあります。ちゃんと持ってきましたね。書いていきます。まずさ、かき氷が、けど絵はほんまに描かれへんのですけど、あのね、あれ見て描いたらな、まだマシやけど、ほんまに見ずに描いたらほんまにやばいんですよ。まず絵のイメージができなくて、どういうもんかっていうのもちょっといまいち分かってないので、間違えた。かき氷自体はもちろんわかるんですけど、それをなんかね、絵に描いた時にどうなるかのイメージがほんまにできないんですよ。だからそれできる人すごいなって思うんですけど、わかります？かき氷自体はもちろんケイトも知ってるけどね。どうやって完成するのかは分かんないですよね。確かにここに出てくるかき氷ちょっと見ながら描きますわ。それを見てもな、なんか描き方講座みたいなのを、ちょっと絵描き歌みたいなのないと分からへん見ても下手のは下手なんですけど、なんかね、どうやって、上手い人ってなんかシャーって描くじゃないですか。あんまりどうやって描いてんだろうって思いますよ。スルスルスルって描けるじゃないですか、上手な人とか。あ、なるほどなるほど、こう書いて、こう書いて、こう、あ、もうやばいわもうちょっとやばいよ。まあ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 、いいんじゃない。なるほど、こういう感じか。かき氷やからなんとなく、するかき氷ってね、かき氷っていっぱいあるじゃないですか。今いろんなめっちゃ大きいかき氷とか、なんか普通にシロップとかもいちごとかだけじゃなくて、チョコレート味もあるし、かき氷とか桃とかね、かき氷は好きですよ。だから
去年とかはめっちゃ食べに行ってました。カフェとか飲みに行ってたけど、今年はまだ行けてないの。今年まだかき氷食べてないんですよ。結構でも普通のシロップやったら抹茶宇治金時のやつかマンゴーが好き。昔はブルーハワイが好きやった。その宇治金時とかをまだ食べる前でも、まだみぞれを食べるほどの大人にはなれないんですよね。わかりますか？なんかみぞれ食べれたらちょっと大人、みぞれを食べれるのは食べれるんですけど、その何美味しいみぞれが好きやって言ったらちょっと大人な感じがする。みぞれを本当に大好きで食べてたらちょっと大人な感じしません？ちょっとだけね、そういう偏見。ちょっとにじんじゃう。皆さんは何味が好きですか？昔は絶対ブルーハワイ。レモンも好きやったの。でもマンゴーをまず食べた時にびっくりした。マンゴーってこんな美味しかったっけ。普通の果物のフルーツとして食べるマンゴーも好きやけど、それよりも美味しく感じた。なんでか分からんけど、いちごもね、王道に美味しい。いちごも好き。いちごもいいよね。最近なんかブドウとかもありますよね。ブドウシロップ。ブドウ食べてる子もよく、紫のやつ。結構食べてる子多い気がする。ブドウは食べたことないな。スノーアイスとかの方が好きかも。かき氷どっちかというと、ね、できたイメージしてたやつ。こんな感じ。かき氷じゃじゃーん。ケイトが今花の甲子園のアンバサダーをさせていただいてるので、かき、お花のこの器をかきっていうんですけど、それとかき氷をかけました。なんかこうお花ちょっと飾りでお花ついてるみたいな。かき氷バズりそうじゃないですか。可愛くてお花が咲いてるの。そう、そう、これが思ってたやつ。かき氷いい感じでしょ。こう遠目で見たらあんまり分かんないでしょ。そう、最初はこれ練習してた時のお皿と氷がなんか浮いてるっていう。分離させられてるって。あ、これ違う。かき氷って書こうと思ったら、かき A って書いてしまった。かき氷です。これでいきます。今回のナングラ
今回はなんか扇風機が当たるらしいですよ。扇風機扇風機今必要からね、暑いからさ。これでいきます。今回のかき氷です。うまいですか？あ、よかった。じゃあほんまにケット下手、ほんまに下手なんです。普通のなんかこうかき氷とかまだいいけど、似顔絵とか描いたらやばいよ。自画像とか描いたらやばいからね。マジでわかん、絵の描き方がわかんなすぎて。あ、みんな扇風機狙いなんですか？扇風機じゃないの？何やったっけ？なんか扇風機でしたよ。扇風機系。そう。棒人間を描けるで。棒人間は。棒人間はよく描いてるから。棒人間は任せてください。棒人間は描けるの。もうね。何やろ。ほら、これ普通の棒人間。これは、これなんでしょう。この丸い方。棒人間はさ、よく反省会ノートにも書くから、振りとか。そう、これ。わかるかな？よく書くね、この振りが違うって。あ、すごい当たってる人いる。これよく見てください。この丸い方ですよ、こっちの。あ、あ、なんか線描いちゃった。これこれ正解はダンです。ダンの最後、まあ、ちゃんとまずこう左手でマイク持って、これは首のとこに手があって、で膝立ちやからこう足がちょっとこうピッピッて曲がってるんです。好きな虫じゃないですよ。好きな虫は違う。そう、じゃあ何の振りにしよっかな。当ててくださいね。パッと思いつくやつかな。なんか分かり、あ、わあ、ちょっと印象的な振りがどれやろ。分かった。あ、ちょ、これ難しいわ、棒人間で描いたら。なんかこういう振りいっぱいありそうやん。これ分かった人すごい。これ絶対難しい。ちょっとこれちょっと分からへんと思う。分かるかな。分かりやすい、難しそうな振り。甘神姫、違う。ありそうやけど。あ、すごい、ドリアン少年正解。ブサイクもイケメンもの、ところ手、ほら手をちゃんと下ろして、足片足上げて。まずだってさ、ケイトはその振りわかるけど、そんな皆さん見てわかる感じ。まず振りを見てわかるのもすごいですよね。
甘髪、甘髪ね。あ、じゃあ甘髪のあのジャンプのとこ書いてみる。あかん、ちょっと待って、これあかん。どうなってる、まず体の形が分からん。あかんわ、あかんわ、分かれへん、むずいわ。ちょ、バランスもおかしい。この飛んでるところむずいわ、むずいです。ちょっと棒人間は、棒人間むずい。でもたまに書いたりする、ここの振り揃ってないよって言われた時に。歌詞まだサビとかやったら歌詞あるからいいんですよ、何の歌詞とか。そう書けるけど、カウントとかでね。でも感想とかイントロとかメロディーしかない時に、なんかラーラララーとか書いてもわからへんから、なんかこういう振りの時って書いたりするんですよね。何書くかな、これこれ。じゃあこれ、これこの丸いの。これ M のこいとつも、こいとつもどこか、アンコール。あ、ワルタピーポーにもあるこういうの。でもこのこの反省会はこいとつのアンコールの中の出来事だと思う。名前じゃない、ありそうやけどな。お名前じゃない、こうやってやってるところ。そう、万歳みたいな感じで足は割と開いてて、存在、あー確かに存在もあるけど、正解は君のことが好きやねんのアウトロのチャー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 のとこでした。確かにね。でもちょっとほら、マイク持ってないから、マイク持ってない、ここにマイク、口のとこにマイクがこうやってついてない、この時みたいに。ってことは歌ってないってことなんですよ。存在してないものもこの振りやけど、ちょっとマイクバージョンはここにね、マイクがあるので、ちょっと反省会では使えないですね、これは。ちょっとてな感じです。そう、君好きなアウトロだよ。むずいなこれ。むずいですわ、ちょっと。そんな感じで、ナングラはこれでいきます。以上です。じゃあちょっとランキング発表しますね。むずい企画でしたね。もう人間では無理なことが分かりました。じゃあ13位ナエルさん、12位ウッシーさん、11位マンハッタンさん、10位サラさん、9位ヨッシーさん、8位タカニーさん、7位ノリッピさん、6位クニアンさん、5位チャウチャウさん、4位ガチのツリさん、3位ライフさん、2位一つ二つミツさん、1位シオピーさんです。ありがとうございます。めっちゃインクつきました。よくやっちゃうんですよ、ペンほんまにペンの使い方が下手でね、絶対どっかに書いちゃう。まあ、そんなこんな置いといて、コメントをしてくださった皆さん、見に来てくださった皆さん、ありがとうございました。じゃあおやすみなさい、ありがとうございました。